こちらのマイム、ミーム、メイムの制服は なんと団長のアルベール自らが考案したんすよね。そのことについて緑川さんとしては思うところがあるそうで、よくそれが、よくあんなのデザインするよなっていう意見を見るんですけど、でも彼女たち嫌がってる風じゃないですよね。そうなんですよ。意外とガリガリできちゃうんですよ。そんなシーンないですよね。だから多分アルベールのことだからこんなデザインでいこうと思うんだけどどう思うの意見交換はあったと思うんですよ。そうですね、着る本人たち さあこれを着ろじゃなくてでここはもうちょっとこうがいいんじゃないですかっていうのを踏まえた上で出てきたんじゃないかなと、だからまるで全部アルベールがもう決めてお着ろよっていう、あの足の露出はアルベールの趣味なのかなみたいなでも本当に嫌がってる風じゃないんで多分ね、意見交換は何度も知ったして快く着てくれてるんだと僕は。まあでもベースは多分アルベールだと思うんで私いや分かんないですよ。その辺のストーリー、サブストーリー作ってもらわな限りもうそうだそうだね、どうやってあの衣装ができたのかっていうねいやそこのサブストーリー本当に知りたいなんかお願いしますよ、まあ、でもどっちにしろアルベールが関わっている時点で一回やりましょうこのストーリー3パターンぐらいあるんじゃないのかなこの中だったらどれがいい